皆さんこんにちは、サルです。ダイソーからね、ミニメスティンに収納できる新しいポケットストーブが発売されて、結構ね、いろんな YouTuber さんたちが、いろいろな検証をされておりますが、今回ね、私も少し、自分の中でモヤモヤしていたことを解決したので、サクッと共有しておこうと思います。で、私の場合はですね、このダイソーの、メスティン、1.5 号用と1号用、これ両方をですね、持ち歩きたいんです。持ち歩くって変ですけど、要は外でね、飯をしたいんです。で、だから2つポケストがあるととっても便利なんですね。で、その時に、このちっちゃいメスティンに、ポケストがね2つ入るっていうのはとても便利なので、実際に1つ、こういうごとくももう作ったんですけどね、専用です。2つで、収納できるという点は便利なんですけど、今までのですねパターンだと、こういうごとくを作ってたんですね。はい、これは、セリアの、何だったかな、なんとかっていうものを加工して、ここを折り曲げて作ったごとくです。で、これね、すごくいいのはいいんです。っていうのも、何がいいかって、こう置いた時にぴったりはまって、上下左右どちらにもね、ずれ落ちることがないんです。なので非常に良かったんですけど、ただいかんせん問題が、これをですね収納する時にこのような形でね、ポケストにはめて入れるんですけど、そうするとですね、この幅がちょっと大きすぎて入らないんです。これがですね、入らないんですよ。悲しいことにですね、こうなっちゃうんです。ちょっとね、ちょっと厳しいんです。多分ね、 1.5mm ぐらい厳しいんです。っていうのが、ここを曲げるときに綺麗に直角にね、カチッと曲げれないものですから、それでね、この空いてるわずかな隙間に入れることができないんです。そういう加工技術がね、まあ私にないということなんです。その点、セリアの、ボトルラックだったら、これね、そもそも入りますので、よし、こういう形で入れてやれれば入るんですね。ちょっと無理やり感ありますけどね、入るんです。ただボトルラックがね、もともとこの足がね飛び出してて、高さがね 1.6 センチぐらい、余計な幅が出ちゃうんです。それがすごく嫌だったんです。合わせてこのボトルラックの場合だと、こういう風に上に置いた時に結構ね、ぴったりなんですよ、サイズが。ポケストのこの開口部とボトルラックの、横も縦も。なのでちょっとずれるとガチャってこう落ちちゃうんですね。それがね、嫌だなとずっと思ってたんです。で、そこを解決したので報告なんですけど、まあ結論はね、見てわかる通り、ここをね、足飛び出してたやつを横にそれぞれ開く形で曲げました。曲げる時に、2本のペンチを使って力で技でね曲げちゃうと、多分ね、このなんかくっつけてる部分が外れそうだったんですね。なので、ガスコンロで加熱して、この金属部分の、部分的にね、真っ赤に燃やして熱くして、で、柔らかくした上で2本のペンチで掴んで外側に開くような形で曲げれば、結構簡単にね曲がりますし、このくっつけてる部分が外れるとかいうこともなかったです。で、これをするとですね、どう良くなったかっていうと、こうはめますね。その時に足が外に開いてるので、ちょうどですね、ここの壁に当たることによって、もともと左右にはずれないんですけど、上下にもね、この程度、1ミリか2ミリかぐらいしかずれなくなりました。すなわちこの上にクッカーをちょっとね、乱暴に置いたり、置いてたクッカーをずらしたりした時にも、これが落ちることがないんですね。前までね、落ちてたんです、ガタってここ火が燃えてますから、すごく困るんですね。
コップだったらね、あの中のものがこぼれたりとか、それがストレスだったんですけど、それがなくなったので、これでようやくね、メスティンにも収納できるし、でこの厚みもね、1.6 センチだったのが今1センチまでね短くなったので、収納性も良くなりましたし、そういうメリットがね多々生まれました。したがって現時点で一番気に入ってる使い方というのは、風防ね、自作風防をつけて、キャンドゥで売ってた携帯ハイザージェル燃料を入れて使います。かなりね長い時間燃えてくれます。まあジェル燃料なんでね、量が調節できるので、ブルーの固形燃料と違ってね結構自由です。効果結構ね、これはキツキツです。結構キツキツです。ちょっとこう開いてるぐらいのね、ちょっとキツキツなんで、うん、で、あの蒸し網はね時々シューマイとかで使うんで持っていくんですけど、こういう感じで入れればこれも入ります。2つ入れるとね、残念ながらまだ入らないんです。ここはね要改善なんです。はい、これはねまだ本当に要改善。ただ、こういう風にすれば、親子メスティンで同時調理ができると。でね、ここにはね入らないんです。ちょっと出ちゃうんですね。ここもねちょっと今改善中なんですけど、ここも無理ですよね。これもね、これ微妙にだいぶ頑張ってね縮めたんですけど、あ、いけましたねあ、これでいいんだ。あ、これでいけるんだ。もう一個入れたいけどね、これでいけるんだ。今までだったらねこれだといけないと思うんですけどね。そうなんです、今までのねこれだとダメなんです、入らないんですけど、こっちだったらいけましたね。あ、じゃあ五徳一つはこれでいけるんですね。もう一つ入れる工夫を考えないといけません。はい、まあそれはあの別の課題としてね、今回につきましてはこのポケスト用の、よいしょ、理想的な五徳、この足を開くことによって、ずれないものができましたよというご報告でした。いいなと思った方はね、高評価ボタンを押して教えていただけると分かりやすいです。助かります。あとね、チャンネル登録の方もよければお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。